こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこのボーカルレッスン動画です。今回は腹式呼吸の第2話。前回、吸えば吸うほど胸式呼吸、吐けば吐くほど腹式呼吸っていうのをですね、皆さんに学んでいただきましたが、今日は実際に腹式呼吸のトレーニングと、そして、前回の動画の時に苦しくなったら手をお腹にやってグッと押さえてねんの、このお腹ってなんだべっていうのをちょっと話していきます。先にお腹ってなんだべの話をいたしますね。丹田という言葉を皆さん聞いたことあるでしょうか。へそ下三寸と言われておりまして、まあ一寸法師がだいたい3センチくらいの人なので、それがへそ下三寸なんで約10センチぐらいでしょうか。へそ下三寸、この場所にですね、丹田という場所があります。頭先、足先、指先、つま先、すべての中心の場所がこの丹田という場所になります。よく腹式呼吸、お腹に手を当ててお腹、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 お腹と口を酸っぱくして言われている場所っていうのがこの丹田の位置になります。まずはこの丹田の位置というのを、体中心軸ど真ん中にあるんだよっていうのを少し覚えておいてください。へその下です。目の前に一つ 指を立てましてですね、これをろうそくの火だと思ってください。このろうそくの火をですね、一吹きで消していきます。こんな感じ。もう一回。連打でもこんな感じ。これができるようになりますと、皆さん誕生日の時にですね、ハッピーバースデーディアナンちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ふーの時に消えなかったっていうことがないですからね。一発一発としっかりと誕生日1回の時のろうそくを消してやりましょう。それからロングブレス、ロングの時もなるべく均等に息が吐けるように。これ目で見て分かりづらいですよね。例えばこういう柔らかいティッシュのようなものを置いて、これがブルブルブルっていうのが結構均等に揺れてるなっていうのを自分の目で確認しながら出していくっていうのも一つの手です。ここに自分の声を足してあげます。あでいいです。あー、まあ風じゃないから揺れないんですけどもね、こんなのはね、こんな感じで、あーあー、さっきのろうそくのこれも応用していきましょう。いかがだったでしょうか。 TPO でおしゃべりしたり、日常の会話の時は胸式呼吸でしゃべるようにして、そして、何ですか、大きい声出す時、会議とか腹式呼吸を使うとか、なんかそういう TPO に応じて、皆さん呼吸法を変えてみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。